第42回東京モーターショーが今日から一般公開されました。東京での開催は実に24年ぶりとなり、ファンの長い列ができました。24年ぶりに東京での開催となった今年のモーターショー、ご覧ください。こちらトヨタレクサスのブースなんですが、 LFA の周りには大勢のファンの方たちが集まっています。さまざまな夢の車が集う第42回東京モーターショーは24年ぶりに都内の会場での開催となり、今日から一般公開されました。初日の今日はお目当ての車を見に来た人たちで会場が埋め尽くされました。86ですね。かっこいいですね。ハイブリッド、エコー関係の車が多いんですけども、スポーツの車ということで、まあ、みんな非常に注目を浴びてたと思いますしね。名古屋から来ました。どうぞ、はい、普通のガソリン車の時代からハイブリッドになって、で今これからまあプラグインになってくるんだなって思いますけど、 BM がやっぱり見たいですね。フェラーリ来てないの残念ですけどね。欲しい。会場には最新技術を活用したハイブリッド車や燃料電池車など環境に配慮したものが中心で、およそ400台が展示。リーマンショックの影響で参加を見合わせていた外国のメーカーも増え、174社が夢の車をアピールしました。東京モーターショーは今月11日まで東京ビッグサイトで開催されています。